今シーズン中継ぎとしてここまで6試合に登板し未だ無失点。日本ハムの勝利の方程式、その新たな一角として頭角を現した七飯町出身神谷陽平。首脳陣からも絶対的な信頼を得た3年目右腕に金村悟が直撃した。8パターンのね、宮西、黒田、増井というこの勝利の方程式っていうのは去年できてたと思うんですけど、はい、やっぱりそこに今もう完全に入り込んでると思うんですけど、そこだけ目指して自主トレもずっとやってきたので、今そこを任せられてるっていうのはまあ素直に嬉しいですけど、でもこれを1年間続けるっていうのが僕の今年の最終的な目標なので、そこに向かって今コンディショニングをしっかりと整えるということにまあ必死になって今やっています。今年見てと思うんですけど、ストレートはもちろんね、もともとめちゃくちゃ良かったの分かってるんですけど、はい、変化球もすごく精度が上がってコントロールも良くなってるなっていう印象なんですけど、はい、去年の、まあ、ファームにいる時に本当変化球を中心っていうか、もう集中的にずっとコーチの方についていただいて、ずっと、まあ、試合でも変化球をテーマにしてずっと投げさせてもらってたので、それがすごく今、はい、良くなってるのかなと思います。今やチームになくてはならない存在にまで成長を遂げた鍵谷。そんな男も去年まではおよそ3ヶ月半にわたりファームでもがき苦しんだ。日々訪れる不安との戦い、しかしそれを自信へと変える試合があった。去年のクライマックスを通じてのピッチングがやっぱり大きいと思いますね。昨シーズンのクライマックスシリーズ、絶対に負けが許されない大舞台に抜擢された鍵谷は、立ちはだかる強打者をねじ伏せ、見事首脳陣の起用に応えてみせた。その経験がもたらしたものとは。ソフトバンクとオリックスに対してあれだけのピッチングができたっていうのもすごく自信になりましたし、それが今もずっと自信になって、まあ、投げれているので、それがすごく大きいかなと思います。去年の本当自信もあって、少し心にも余裕ができてきて、いろんなことを試せるように、ゲームの中で試せるようになってきているので、それもすごく自分の中で、はい、いいなと思います。メンタルの強さが本物だと証明したのが楽天とのシーズン開幕戦だった。超満員の札幌ドーム、1点差に迫られた8回ワンアウト1塁2塁のピンチにマウンドを託された鍵谷。押しつぶされそうになるプレッシャーをものともせずに無失点で切り抜け、勝負強さを知らしめた。開幕の一発目の登板っていくらオープン戦を経験しててもね、はい、なんか違う空気ってあるよね。そうなると自分も思ってたんですけど、あ、もういつも通りの感じで入れたってことですね。そうですね、いつもよりも逆に冷静ぐらいになんかあの時は、はい、入れた感じがありました。その精神力の強さっていうのはどうやって鍛えるんですかね。何か特別僕がしようというのではなくて、普段の生活から丁寧に生活するというか、きちっとまあしようと思ってやってると、なんか落ち着いて普段もいられるかなというふうに思ってるので。ぶっちゃけ、はい、こんなに早くこのポジションが来ると思ってた。正直こんなに早くとは思ってなかったですね。夏頃までになんとか食い込みたいというふうに思ってたので、うん、でもこれが本当僕にとっては一番すごく大きいチャンスなので、うん、これを手放したくないですし、まあ黒ちゃんも絶対すぐ戻ってくるので、うん、戻ってきた時でも自分の名前がしっかりと上がるようにこれから、まあ、やっていければいいかなというふうに思います。はい、中継ぎの柱として長い激戦に身を投じる鍵谷、使命感に燃える男に迷いはない。入団した時から50試合投げるっていう目標を掲げているので、今年こそはそれに近づけるように、達成できるように頑張りたいと思います。